これが浮きですね。浮きゴム、浮き止めゴムっていうのはこういう形になって、円錐型の形になってます。で、こっち側が穴が大きくて、こっち側がちょっと穴が小さい、大きい方と小さい方がありますね。普通は、こっちからこういう風に、刺します。という方から。で、棒浮きタイプも同じで、こっちからこういう風にして刺します。